この動画は KinKiKids YouTube オリジナルライブで披露された楽曲についてお話しさせていただく動画となっております。今週お話しさせていただく楽曲はフレンズ、オリジナルの音源ではなくあえてストリングスとピアノだけというのがですね、あの頃から大人になった2人をよりこう膨らませてくれると言いますか、もう思わず泣いてしまう、そんな演出になっていたんじゃないでしょうか。またちょうど1年前の2022年の7月16日17日と25周年のイベント244-51君と僕の声がスタートしておりまして、まあ、このイベントの1曲目がね、このフレンズからスタートしたということもあり、この25周年の始まりと締めくくりがこの曲に吹き込まれているような気がして、まあ、改めてこの1年間の感謝を感じることができた瞬間でした。ハッシュタグ25周年というのももしかしたらこれで見納めになってしまうのかもしれませんね。さて、そんなフレンズについてお話しさせていただきます。私、ファン歴27年、キッシーでございますので、本日もよろしくお願いいたします。フレンズ、1997年7月21日発売、A アルバム収録曲。作詞、森ひろみさん、作曲、幅ひとしさんとなっております。こちらは、堂本剛くんと堂本光一くん、ダブル主演ドラマ、若葉の頃の主題歌でした。作詞家の森ひろみさんは、ジャニーズですとね、SMAP にはもう数多くの楽曲を提供いただいておりますが、KinKiKids には同じ A アルバムの一人じゃない、そして同じ年には愛されるより愛したいもね、提供いただいております。作曲家の幅さんはですね、こちらも同じ A アルバム内に Tell Me、 そして、翌年の B アルバムにメッセージの方も作曲で、ご提供いただいております。さあ、そんなフレンズのトピックスはこちらでございます。 CD デビュー前、ダブル主演ドラマ主題歌というインパクト、昨年のイベントでの涙の理由と、まずは一つ目のトピックスでございますが、まあこちらも CD デビュー前、1996年からドラマ主題歌に使われておりまして、まあダブル主演というのもね、当時もすごかったですけども、今では本当考えられないぐらいで、まあ二人とも出てるドラマといえば、人間失格、若葉の頃、そしてミマンシティの3作品でございますが、まあそのうちの一つ、この時期はまだ CD になるかもわからない状態でしたので、まあとにかくテレビやラジオ聞いたり、当時の雑誌とかに載ってる歌詞カードとかで必死に歌詞をね、覚えた記憶があります。まあ、特に2番の歌詞を聴けるというのは相当ね、レアなことでした。ドラマのエンディングでは2人がバスケットボールをね、するシーンも印象的でしたし、で、このドラマがまあすごくシリアスな展開なので、1話と最終回ではこう歌詞の印象とかも違って聞こえてた、そんな印象が残っております。そして涙の理由の方でございますが、まずはフレンズのライブがですね、セットリストでどのようになっていたかというのをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、ご覧のように非常に少ないんですよね。うん、これほんと不思議なぐらいなんですけども、まあデビュー前からね、コンサートに足を運んでいた方はですね、うわ当時のコンサートでよく聞いたわ、懐かしいなんていう風に思うと思いますが、まあ、CD デビュー後にね、ファンになった方ですと、映像化されていないコンサートでの披露が多かったので、まあ、ハーモニーオブウィンターのライブがね、約10年ぶりの歌唱といったことだったんですが、こちら DVD になっていないので、まあ、結構鮮明に覚えられてるのは皆さんは、君も堂本ファミリーのライブなのかなと。ただですね、こちらフルコーラスではなかったのと、まあ、原曲キーでもなかったと記憶しておりますので、そして20周年の KinKiKids パーティーではですね、まあ、ご存知の通り、剛くんがね、現地でおりませんでしたので、光一くんが一人で歌唱されてましたね。そんなシーンを経てから5年後の25周年のイベントでですね、お二人のハイタッチから始まったこのフレンズという楽曲でございますが、このシチュエーションが揃ってやはりね、これは泣かない理由を探す方が難しいぐらいなんじゃないかなと。約1年前ね、京セラドームで自分が泣いていたのはこういった理由だったんだなというのをね、改めて感じることができました。さあ、そんなフレンズ収録はですね、なんと当時のね、A アルバムのみでございます。その後ね、入ってそうなのに、この A アルバムでしか聴けないという本当に、貴重な楽曲なんですね。さあ、というわけでございまして、来週はね、何かやってくれると思ってましたが、まずはまあ20日木曜日ではなく21日の金曜日、しかも21時にプレミア公開といったこと。まあこういう記念日にね、何かを仕掛けてくれるというのがこの YouTube のチャンネルがあってね、本当に良かったなと、嬉しいなと思うところですが、これまでに披露されていない楽曲というのもね、たくさんありますから、まあそういった楽曲のメドレーなのか、はたまたね、一曲こうじっくりと聴かせてくれるのかという、まあちょっと時間があればですね、こんな予想動画もやりたいんですが、まあ、もしそんなことありましたら、皆さんのね、ご意見とかも、ぜひぜひ、コメントの方によろしくお願いいたします。
まあ、何しても来週はですね、7月21日のデビュー日、21時をですね、皆さんと一緒に心待ちに待ちたいと思います。それでは皆様、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。